ないことはないとは思うんで。じゃあまず、はい、いきますよ。ネイマールから。まあ言わずもがな、現役最強の5-5誰って言われたらもうネイマールをあげますね、この。うん。で、地味に黒ネイマから決定力3上がってるんですよ。シュート2しか上がってないのよ、数値では。ただ決定力は3上がってるんで、うん、でかすぎる。うん。決定力90前後のもうネイマールはね、もうエンドカードゲームっすね、賞味。うん。はい、最強。日本で一番ある。ありがとうございます。エネさん、いえいえ。試合ちょっと今、パン食べてるんで。はい。はい、で、次、ポグバ。これ切り抜いて動画にしたろ。はい。まあ、ポグバね。まあ、数値はいいじゃないですか、ここで見るね。ただ、内部値がね、いろいろ気になる部分あるんですよ、個人的に。まず、加速。73、まだ遅いかなって、若干。で、アジバラはね、上がってるから、ボール持ってる時はそんなやと思うけど。守備時よね。で、守備意識が、ジョッキーの速さに依存するんですよ、守備意識が。で、85以上になると、どんどん速くなっていくんですけど、まあ、80はちょっとまだ、重いかな、守備動かしてて、多分。アジリティが高くなったのはでかいけどね。使用感は悪くないと思います。ただ、一番気になるのは、スタミナ。うん、ダメね、これ、中盤で。中盤スタミナ80はもうね、絶対交代いるからね、使用上。うん。まあ、特性はめちゃめちゃいいんですけどね。もうスタミナで一気に台無しって感じ。ですかね。まあ、悪くはないと思います。普通にスカットに刺さって強いボランチ他にいないなら全然使ってもいいと思う。ただ交代は用意しといた方がいいって感じですね。すいません。次。はい、コマ。まあ、利き足が左にされてるっていうね。うん、よくわからない。ただ逆足が4になって。まあ、使えるかな。全然。スキル4でも全然いいよっていう人は、バペの代わりにね、コマなんか使っちゃってもいいかなって思いますね。うん。スタミナもあるし、フィジカルもそこそこあって。で、アジリティ94。バランスも高い。で、リアクションも高い。ただ、コンポージャーがね、冷静さが低いんで、81で。若干寄せられた時にシュートを打つと、ポスト当たったりするかもしれないかなって感じですね。うん。まあ、あと、パス。視野85乗ってほしかったかなって感じですね。これ、フラスルの精度に依存するんで、今作から視野は。うん。あと、ショートパスも85欲しかったなって感じ。ロングパスは80もなくていいから。っていう感じですかね。まあ、あとは左利きになったのがどう効いてくるかって感じ。相手にいてね。右足警戒されるだろうから、コマだったら。左で、ポンとね。はい。次、ファビーニョ。なんで？いや、フィルミノでええやん。去年のフリーズフィルミノがファビーニョで、今年のこのワイルドみたいな、このイベントのやつが、フィルミノでよかったやん。どうしてこうした ?4-4 だし。ドリブルはめっちゃ高いし。まあ、そうっすね。前線で使う、まあ、どこでも使えるけど、サイドがきついかな。まあ、3センターの一角だったり、まあ、ST、トップ下で使えるとは思いますけど、ただでかいんでね、彼。88あるんで、トップ下ででかいの、あんま使いたくないって人はもうおすすめできないかな。まあ、アジバラ8988とね、まあ、細かく動かそうではありますけど、うん、スタミナも90あって、フィジカル85。ガチムチが前線に欲しい人は買えばいいかなって感じですかね。うん、おすすめはしない、あんまり。ミリサビ。まあ、もうさっき言った通りですね。スキル4、逆足5。まあ、ほぼフリットです。で、スタミナも94ある。フィジカル90。ヘディング精度も高い。パワーヘモチアウトカーブ。で、守備意識も83あって嬉しいですね。まあ、加速は76なんですけど、まあ、シャドウつけてあげればね、改善されるかなと思います。で、シュートも打てる。視野92でかいっすね。視野ショートパス92。パスのところは俺基本ここ見るんで。視野とショートパス。
この2個が90になってるのでかいっすね。だからフラスロもバンバン出せるし、強パスもバーン当てれますね。両足で出せますからね、しかも。で、まあ、アジリティバランス90と。で、リアクションも90、冷静さ91。文句がない。文句につけようがないっすね、これは。はい。もう一番欲しいカードです、自分が。次。来ました。動画にしてほしい。わかりました。切り抜いて動画パッてあげます。はい、ということで、スピナッツオーラ。来ましたね。現役最強のサイドバック。はい。マジで現役最強だと思いますね、これは。加速98、ダッシュ95なんで、まあ、これ牛さん、なんだっけ、発電所、まあ、牛さんって呼んでるんですけど、見た目が牛さんなんで、ケミストは。うん。もう牛さんつけますね、俺だったら。パスと守備3ずつ上がる牛さんつけますね。守備加速98あるんで、まあ、足の速さ上げなくていいかなと思います。で、まあ、シュートもまあまあまあ、最悪打てんこともないし。だから視野、ショートパスがね、ショートパス85あるんですけど、視野がね、若干まだ低いんで、牛さんつけてあげて、多分ショートパスは99になるんかな、カンストすると思います。で、視野も10ぐらい上がるんかな。うん。で、ドリブルもアジバラ、まあまあ、サイバーにしては悪くないと。で、リアクションもまあ85あって、冷静さがね、まあ、81って、もまあ、サイドバックがね、そこまで気にしなくていいかな。まあ、スキル5なのがね、やっぱね、カンセロを1個抜きんでたところはここっすね、やっぱり。ジョアンさんもね、やっぱ使っててね、強いんですけど、まあ、これボランチとかにも使えますね、正味。ハイハイだし。フィジカルが73。まあ、そんなサイバーなんでいらないっすね。スタミナも90あると。まあ、カンセロよりマジでいいところはスキル5。うん。彼も使いたいっす。次、パウトレス。まあ、悪くないけど、彼じゃなくていいかなって感じですね。本当に、彼しか使えないって人だけ使えばいいと思う。リアクションコンポージャー、83、78と、千場なら85、85ぐらいあってほしいですね。まあ、守備のスタッツは悪くないですし、フィジカルもまあ高いし、スタミナ88なのは嬉しいですけど、彼じゃなくていいですね。うん。他にいっぱいいますね。いい選手。パウトレス、しかもビルドアップめちゃめちゃリアルで上手いのに、ゲーム内ではね、72、視野72、ショートパス86、ロングパス80。まあ悪くはないけどね。上手い部類だけど、まあ、彼じゃなくていいですね。はい。目標のやつか。まあ取れる人は取ったらって感じ。はい。次、ちょっと待って、パウトレスの、あ、パワーヘだけか。ダイビングタックルとかついてたらね、強いかもしれないかもしれないけど。うん。じゃあ次、ターラプト。まあ、スキル5になりましたね。まあ、もともと彼ね、過去作はスキル5だったんですけどね。うん。懐かしい選手っすね。QPR の時代、好きでしたね、ターラプト。ターラプトとベン・ナルハのね、なんか、入荷すると QPR のスキル5のなんか、ドリブラーの、あの時のプレミアは面白かったですね。はい。で、まあ、能力は悪くないですけど、まあ、決定力80と、まあ、ポジショニングはいいですけど、まあ、スタミナ89、フィジカル80、うん、全体的にまあ、悪くないですけど、欲しいところの能力が若干前線の選手だと欠けてるかなって感じ。まあ、一番ペース。そして決定力ですね。この二つがね、やっぱね、高くないと、正直メタ選手候補には入らないかなって感じですね。ただ、使い勝手はいいと思います。5-4 で、180センチあって。パワードリブラーが好きな人はおすすめかな。クリスとかバペとか。そっち系の選手が好きな人は使っても全然いいと思います。特性も悪くないんでね。彼の身のこなし。プレイメーカー、アウトカーブ、ドリブル技術。はい。お久しぶりです。こんにちは。あ、こんにちは。ちょっと今、解説やってるんで。ちょっと待ってくださいね。はい。で、次、セメド。うん。カンセロでいい。うん。カンセロでいいっすね。まあ、守備はまあいい。守備は上手いと思います、カンセルより。で、スタミナも高いし。フィジカルもカンセルよりあるし。うん、ただ、パス地獄。で、ペースがね、95ぐらいあったらね、牛さんつけたんですけど、今作、セメドがね、過去、ん?去年のセメドのペースよりまだ低いですからね、これ。今年82かな、ペース。うん。だからね、
シャドウをつけないといけなくなるんですよ、この能力だと。だからパス上げれないんですよね。ちょっと惜しかったなって感じ。カンセロでいいっすね、マジで。ギャさん、カンセロでいい、マジで。次、守備は攻める、ガチガチでいきたい、サイドバックに攻撃無性能求めないよって人は攻めるでいいかもしれないですね。はい、次エンバルバ、ちょっと存じ上げない選手ですね、彼に関しては。ちょっと初見さんですね。はいはい、173cm44 と、悪かない、悪かないが彼じゃなくていい、彼も彼じゃなくていいですね、別に。守備ちょっと上手いんくらいか。まあダンジュマとかその辺でいいんじゃないかな、他の選手で。能力的にもリアクション83でコンポジ82、まあ、フィジカルもそこそこあってスタミナもありますけども、まあ、シュートもね上手いし、ね、ただ他にも似たような選手いっぱいいるんで、彼が使いたいって人は彼使えばいいと思います。173cm のアジバラ90ぐらいなんで、まあ、チョコマカーできるんじゃないですかね、カチャカチャって。ただ寄せられたら普通に取られそう、って感じかな。特性は、あ、いっぱいある。あ、特性いいっすね、特性優秀っすね。まあ、スカットにさせるなら試す価値ありって感じですかね。多分安いでしょう。はい、次来ましたね、目玉の一つ。そう、役割意識がミディハイ、そしてスキル3、逆足4と。悪くない、逆足も4で、フォファナ、似てる選手といえばフォファナですかね。フォファナの方が1センチ身長でかいけど、でボディタイプがねリーンなんですよ。あのドリブラーのやつですね、ドリブルが一番しやすいボディタイプ、リーンのスラッて細いやつ、そこがねどう出るかって感じですけどね。まあ例えるならエンクンクとあのヌクヌクさんですね。ヌクヌクさんとフォファナとカンテの間をパッて作ったみたいな感じじゃないですかね。能力もまあペースあって、まあ、シュートも打てんことはなくて、視野も86あってショートパス96だから強パスバンバン通せる、で逆足運だからあんま気にしなくていい、でアジバラもあってリアクションも88、コンポージャー87と、で守備もジョッキーが85、タックル86、インターセプト87、素晴らしい。スタミナ97、素晴らしい。フィジカル88、素晴らしい。特性なしか。文句はないけど、まあ、もう、あと一皮向けたら最強だった。やっぱボディタイプリーンなのがね、フォファナとかめっちゃデブいじゃないですか、ゲーム内だと。そこがどうかなって感じですね。めっちゃ俺と、あ、一個上か。そんな感じですかね。作ろうか迷ってます。まあ、ムバブ持ってて、ブンデススカットの人だよとか、センターミッドフィルダーに、あの、ホファナも、エンクンクも SBG で作ってないでやって人は、彼作っちゃってもいいかなと思いますね。普通に強いとは思います。ただ、メタ、もう最上級メタに入るかと言われたらそうじゃない。その1個下。まあ、ランク S がメタ選手なら、一番上のね、あの、ダイゴローとかムバッペ、クリスティアン・ネイマール、ジノラ。その辺が S だとしたら、まあ、A マイナスぐらいかな。セルゲイは S か、まあ、A プラスぐらい。ですかね。はい、次、ザハ。そう気になってるケミがな、もうそう、ケミなんですよね。ぬくぬくさん言い方好き。ぬくぬくさん、ぬくぬくさんですね。はい。ザハ。彼もね、強いと思います、普通に。A プラス、いや A マイナス、いや A、ただの A、ただの A ぐらいかな。54にアップグレーされてますね、逆足が。で、ハイミディ、180cm。まあ、そうっすね、コマンで行った時と同じような感じっすかね。ただ、まあ、決定力も高いですし、ポジショニングはまあ85か。まあ、ヘミつけるならホークか、マークスマンか、まあ、ハンターか。あ、パスちょっと気になるな。視野83、ショートパス84。ワンチャンデッドアイとかつけるかもな。ドリブルは文句ないですね。アジリティバランス。この身長でね、90、87あるのはいいですね。まあ、リアクション若干気になるけど、サイドただゴリゴリに走らせたいよって人は、もう彼使っとけばいいと思います。ドリブル95。この数値意外と大事ですからね。あの、ドリブルの中のドリブル。90
95か。高いな。うん。で、フィジカルもあって、80に。コンポージャーが高いのがいいですね。コンポージャーとバランスが高いんで、寄せられた状況でも、数値通りの、パスだったりシュートはしてくれると思います。ある程度は。スタミナがね、80、ちょっと低いんで、まあ、スパサブで使うならいいですけど、交代は必要になるかもしれないですね。まあ、ジャンプは77と。まあまあ。普通に強いと思います。評価は A。A でお願いします。はい。自分まだ作ってないです。仕込んでて、どっか行っちゃうんで。作ろうか迷ってます。はい。この2人はマジで作ろうか迷ってます。ただまあ似たような選手、今後いっぱい出てくると思うんですよね。賞味。なんか作りたい人は作っていいし、作らない人は作らなきゃでもいいかなって感じですね。はい。じゃあ次。ニア・ケイテ。ニア・ケイテでいいのかな？ニア・ケイテ。うん。スキルね、逆足さん。ミディハイト。で、身長190センチ。じゃあ、能力。ドンと。まあ、そうっすね。まあ、リアクション、冷静さが、まあ、千場にしてはちょっと低いかなっていうのと、元がモブじゃないですか、彼。まあ、そうとかもなんですけど、元がゴリゴリのモブのレート低い選手じゃないですか。だからね、モブサーチっていうんですかね。あるかな、まあ、サーチってはそのボールにこう引き寄せられる、その自分のボールの判定が来た時サーチって言うんですけど、そのサーチがねモブの選手でどうしてもねやっぱ少ないんでね、ネイマールとかダイゴロとかロナウドとか、あ、クリスね、クリスとかバペとかサーチギュンって持っていかれるじゃないですか、相手にいて。自分も使っててそうだし、そのモブサーチがね、フラストルとか上げられた時にね、こういう、特に戦場とかはね、気になるんですよね。で、リアクションコンポージャーも爆上げされてないからね、強いか弱いかで言われたら、まあ、普通、たまに切れそう。使ってたら俺が。まあ、スタミナとかね、フィジカルとか、まあ、戦場に欲しいの俺が申し分ないんですけど、守備もね、そこそこあるし。謎にショートパス、ロングパス、すげえ高いし。ただ視野がもうちょい欲しいなっていうのと、やっぱりリアクションコンポージャーかな。うん。悪くはないです。試したいなら試していい。うん。B、評価は。はい。エンボロさん。187センチ。スキル3、逆足。もうスキル3の時点で正直自分の選択しか外れるんで、まあ、エンボロ好きだよって人は使えばいいと思います。はい。クロスゲーム別にジャンプ80、ヘディング83できねえし。決定力82。うん。まあ、リアクションとコンポージャー高い。まあ、シュートは普通に決めてくれそうやけど。まあ、使いたい人は使えばいいかなって感じ。C。はい。来ましたね、おチンポング。あ、すいません、アチェンポング。ハイロー。まあ、スパサブかな。使うなら。うん。むずいでしょ、組み込むの。こんな。どこ？深線 FC、どこやねん。深線 FC、マジでわからんわ。決定力、攻撃ポジション90、90と。まあもう、ザ・スパサブの能力ですね。スタミナだからいらないのよね。まあ謎にスタミナ97。元が高いんよね、スタミナ確か、アチェンポンは。フィジカル87と。で、アジバラがもうほぼカンストしてて。まあパスはもうね、ご愛嬌ということで。まあ、スパサブで出てきたら、うわ、チェンポン来たみたいな。相手が出してきたら、俺は、うわ、チェンポンや。ポンポンしてくるんかなみたいな。思っちゃいますね。で、ハイロー、もうスパサブには持ってこい。うん。ビハインド陣のね、スパサブにはもう彼出しときゃいい、みたいな感じありますね。まあ、ただ逆足がね、3なんですけど。まあ、ただ決定力とかバカ高いんでね。うん。で、アジバラも高いし。コンポージャーがちょっと低いから、寄せられないように打てばいいかな。うん。リアクションは、いい。あ、ごめん、全然コメント読んでなかった。うん。じゃあ、ザハエンジン使ったんですが、寄せると、抜けてないけど、フォークだと少し耐えられる気がしました。うん。フォークでも全然いいと思いますね。中国リーグに東の違い人でしょ。スタミナ40でいいな、こいつ。いや、もうスタミナもう、13とかでいい。スタミナ13とかあれももう多分持つ。そうっすね。そうならミリサビでいい感じ。あ、ミリサビでいいと思います。ミリサビの方が強い絶対。じゃあ次いきます。
トゥアンゼベ、まあ、今季レンタルでまたユナイテッドから、ビラに行ってますけど、まあ、ミディハイトで185センチ、33ですね。でペースが79、ダッシュ89と、で視野72、ショートパス88、うん、悪くないですね今のとこ。次アジバラ、千葉にしては高いですね。でリアクションを、リアクション87、いいっすね。コントロール80、ドリブル76、コンポジ88。この時点で彼よりはいいですね。もう、うん、もういいね。でまあ守備、ジョッキー85、タックル87と、でインターセプト85、うん、ヘディングは別にいらないからね。ヘディング、スライディングは賞味、あのシャドウつけときゃ勝手に15ぐらい上がるから、この辺別気にしてない。インターセプト、ジョッキー、タックルが高い選手はもう大好き。はい。でスタミナも79あって、フィジカル86、ジャンプ85で積極性87と、うん、バランかな。バランより強いかどうか、彼もまたモブなんでね、モブサーチのあれがどう出るか。ただバランよりも足は速いし、うん、もしかしたらバランよりも強いかもしれないです。バラン使ってる人はケミが合うなら、あの一回トゥアンゼベ買ってみてもいいかなと思いますね。全体的に欲しい能力、大事なリアクションだったりコンポージャーだったり、バランスタミナもないんでね、うん、まあその辺バラン、まあ守備位置はバランの方がいいですけど、そこをなんかこう、まあフィジカルペースなりフィジカルでカバーできる点ではバランより上かもしれないですね。あとやっぱ CB に一番大事なリアクションコンポージャーが80後半あるっていうことで、彼はね強いと思います。たださっき言ったようにね、誰だっけ、 DJ、D、ん？ジャロ、うん、ジャロみたいな選手とかね、今いっぱい出てき始めてるんで、正直次のイベントでもまた足速いいい先場来ると思うんで、まあつなぎで買いたい人は買ってもいいかなって感じ。多分今後いっぱい出てきますよこういう選手。うん、すいません咳しちゃった、うん、まあバランよりワンチャン強いんじゃないかなと思いますね。ただバランできんだよな、 185cm。 まあまあまあ評価 A で、うん、うん、あチェンポンはもうご愛嬌の A プラス上げときましょう。はい。で最後グラハムですね、まあ、スキル4、逆足5と、でミディロー182cm でペースが90、あ決定力低いっすね。ただリアクションコンポージャーは悪くないっすね。決定力体感85ぐらいは多分ありそう。なぜかって逆足5だから、どっちでも打てるから。でアジバラも高くて、あ、まあ、パスはそんなうまくないけど、クロスフリーキックカーブがなんかすげえ高いと。あ、だからボレーが低いんで、ダイレで合わせるときは、ゴロでも基本ボレー扱いなんですよ、このゲームって。浮いた球以外も全部ボレーなんですよ。ダイレクトでパス受けて、そのままダイレクトでシュート打つときって。うん。なのでね、ダイレで打たないようにしてあげた方がいいかも。ボレー71、ちょっと低いね。うん。まあ、ただリアクションとコンポージャーでカバーしてくれるかもしれないけど、うん、スタミナ90。まあまあまあ悪くはないですね。で、彼並みのこなしロングパスの名手、テクニカルドリブラーと。はいはい。まあ、コスパベン・エデル的な感じですかね。うん。あ、身長ある。ベンより強いというか高い。まあ、コスパベン・エデル、ソン・フンミンみたいな感じかな。うん。全然、使いたい人は使ってもいいかなと思いますね。守備意識ローなんでね、前線の選手はハイローが一番強いんで、まあ、ミディローも全然問題ないかなと思います。はい。利き足は右、ただ両足切れますよという、うん、彼もまた普通に強いと思いますね、このレートにしては。評価 A でっていう感じっすかね。やっぱ一番個人的に使いたいのはミリサビにシャドウつけてもうスタメン入りして使いたいですね。まあミリサビスピナッツ、ほらコルドバで繋いで、うん、で真ん中適当にアイコンを置いて433とかでつなげれるんで、まあ、彼は多分世界大会とかでも今後使うプロの、人たち
いっぱい出てくるカードなんじゃないかなとは思いますね、彼も、うん、っていう感じですかね。まあ、ネイマールはね、あの価格が落ちないとは思いますけど、まあ、フットミントにらめこし合って、今だってタイミングに買えばいいと思います。もしかしたらね、 Y 前にもしかしたらてか Y ネイマーも来る可能性もなきにしもあらずのなんで、12年目で、うん、なので、まあ、買いたい人は買ってみるもよし、ちょっと値段落ちるの怖えなって、正直高すぎるのも高すぎるんでね、うん、怖えなっていう人は、まあもうケミナナをネイマ、ケミナナで黒ネイマー使いましょう。はい、自分は黒ネイマーを多分買いますね、ジノラのところに変えて。はい、っていう感じですかね。以上です。それでは、ウィンターワイルドカードのレビュー以上で終わりたいと思います。それではまた皆さん次回の動画でお会いいたしましょう。